どうも、ともハッピーです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はカード会長としてのご報告の動画です。よろしくお願いします。すごいこと報告しちゃいます。この度株式会社カードンでは1億円の福袋を販売します。マジっすか？マジっす。福袋の中身気になりますよね。はい、シンプルです。福袋の中身はこの店の商品全部です。え全部？ついに言っちゃったついに言っちゃった。全部ですか？全部です。どのタイトルのカードもね、秋葉原の、超総合カードショップカードンでは現行タイトル全てはもちろん、絶版タイトル含め300種類以上のタイトルを取り扱っておりますが、その全てを販売します。在庫売り尽くしセールみたいな感じかもね。あれですか、ちょっと気になったんですけど、はい、お店畳むんですか？いや、畳まないです、ショーケースガラガラの卵で始まって、はい、ここまで成長してきたカードンが、まあ、また卵に戻るかもしれないっていう。あ、はい、ちなみに今12月の25日に撮ってるんですけど、11月末時点での在庫棚卸高は販売価格の合計で1億2600万円分ほどありました。あとは福袋を実際に最終的に販売させていただくのは、1月2日の夜になるんで、そのタイミングまでで変動した分が変わりますっていう感じですね。そこまでは通常で営業しますと。でもし売れた場合は1月2日の夜にある在庫を全部ロックしてそのまま販売させていただくっていう、その売り出す時と実際に取引する時でこう内容に変動もあるし、まあ福袋なんで中身何入ってるかは一応最終的には分かんないけどお得ですよっていうような感じの商品ですね。はい、まあ、販売方法をざっくり説明しますと、購入希望のお客様、オンラインでフォームからエントリーいただいて5人抽選で選ばせていただきます。で、その5人の方が1月2日の夜の内覧会に、来ていただくことができて、で、今実際どんな商品があるのかっていうのと、それまでの間どれぐらいこう販売と買い取り、そして問屋さん仕入れなんかのスコアの変動があったのかっていう部分なんかをこう共有させていただきつつ、最終的に購入希望の方がいらっしゃったらその中から抽選で1名様に販売させていただくという方式をとってます。まあ、何分その店を営業しながら変動するものに対して、全部購入するという権利を販売するんで、まあ、そういうやり方になってます。詳しくは概要欄の応募フォームに全部載ってますんで、ぜひそちらをご興味ある方はご覧くださいっていう企画なんだけど、どう中村くん？いや、なんかすごいな、まあ、トモハッピーらしい企画だ。僕もね、この動画撮るまで詳しい話聞いてなかったんで、はい、その本気で店畳むんかなってちょっと思っちゃったのが最初に出たんですけど、カードは元気よく続けていきます。何せよかったです、はい、ただ元気よく在庫ある状態で続けていくか、はい、元気よく卵からもう一回成長させていく感じで続けていくかっていうなるほど。まあ皆さんちょっと分かりづらいかもしれないですけど、例えば1億2000万の在庫があって店が営業したのも強いんだけど、1億円の現金があって店が営業したのも強いんですよ。カードの最初の買取準備金っていうのは確か3000万円ぐらいで、その状態より強くリスタートできるわけですから、それはそれでまあいいかなと。まあでもその分って儲かった分ってよりは、なんかオーナーたち、僕と大野さんが追加で融資したりとか、その分の差分が結構数字に表れてる感じはするんですけど、正直まあまだあんま儲かってなくて、もっと知ってもらったりとか改めてこう成長していくっていうのが大事なのかなとも思ってます。ちょっとね、膨大な種類の在庫と量でテクニカルになりすぎてる部分もあるんで、いや皆さんどうすか、売れると思いますか、売れないと思いますか。僕も分かりません聞いたことないんで、前代未聞だよね。1億の前代未聞ですね。福袋ね、どう、売れると思う？いやーね、もしかしたらこれからカードみたいな業態のカードショップをやりたいっていう人が買うかもしれないですね。そのまままるっとオープンできるんでね、はい
いや店をやるのは在庫だけじゃないなかなかあれだけど確かにね商品的には十分いろいろあるという状態になりますよね。はい、いや1億だと短期間では売れないんじゃないですかね。売れないよりだね。一応、スタッフとしては売れてほしいですか。売れてほしいですね。おお、集め直しだったらまた、うん、まあ僕たちの、ね、現場の努力者になんとかなるんで、それだったらまあ在庫はけてまた頑張れますの方がお店としてもやっぱ面白いかなとは思うんですよね。うんうん、じゃあ、はい、売れると思う。売れないんじゃないですか。前々から言われてたら売れるかもしれないですけど、うんうん、そのいきなり1億円の判断、そして現金を動かせる人がこのね、うん、世の中に何人いらっしゃるのかっていう、まあということでね、いろいろありますけど、ちょっとどんな商品があるのかっていうのを軽くねお見せしていきたいと思います。まあ、一番1億円の中でね、あの比率を占めるのはやっぱりこの超高額品ですよね。パーナインとかもこうすげえな、モックスエメラルド4枚もあるじゃん。やば、なんでこんなあんのね、ジェット3枚パワーナインとかもいっぱいありますね。ブラックロータスもあるし、ここにある鑑定品のブラックロータスとかこの5枚ですね、パワーナイン5枚は僕の私物で委託してるやつなんで店のこう所有商品じゃないんで、これは含まれません。この5枚含まれません。こういうサプライなんかは含まれます。もちろん、レジ裏にある新品在庫ですね、ボックスとか、あとこう店頭に出てるこの辺も全部店の商品全部含まれます。このパックも含まれます。これも含まれます。ショーケースに並べるの街の商品とか、オリパの材料的なのも全部商品なんで含まれます。この辺の最新の未開封商品だったり、未開封品系、サプライ系、特化品、ストレージ、ブロックオリパー、中古のサプライなんかも全部含まれます。もちろん壁面に飾られて販売されているプレイマットだとか、このショーケースの未開封品、これらも含まれます。はい、このショーケースですね、これも全部含まれます。選べるオリパの商品も全部含まれます。結構な量だね、ここだけで1万円バージョン、5000円バージョン、2000円バージョン、これの商品全部含まれます。あとあの上にあるウィクロスのパネルとか遊戯王のね、特大カード、なかなか売れない、124万円、こちらも含まれます。はい、ということでそんな商品でございます。かなりね、物量があって金額が重なり重なり重なっての、1億円オーバーの在庫量なんで、非常に分かりづらいかもしれませんが、まあ、でも少なくとも物量的には半端ない物量です。正直に最終棚卸額も共有しつつ、共有させていただきつつ、その後の売買の変動もお見せするんで、最終的にごめんなさい、そんなにおすすめじゃなくなっちゃいましたっていう時は正直に言おうとは思ってます。まあちょっと1億円かけてね、1億500万円分しかありませんってあったらさ、おすすめできないよね。その500万円分お得と、なんかネタ的にね、買う側も美味しいみたいな話はおすすめできないから、もしかしたらあまりにもね、こう販売の調子が良くてとか買い取りの調子が悪くて在庫が金額が下がりすぎちゃったら、もしかしたら値下げするっていう場合もあるかもしれません。まあ、とにかく結構商品特性上こう販売方法が複雑になってくるんで、でその売買契約を結んだりとか最終的にそういうこともあるんで、気になる方はね、あの購入ご検討の方はぜひ概要欄から応募フォームの詳細見てください。よろしくお願いします。いや、どうなるかな、わかんないな、マジで。この1億円福袋、店の在庫全部販売っていうのが、その話題性的にどうなるのかっていうのと、実際売れるか売れないかっていうのを、結構予想がつきづらい部分があるんで、僕はちょっとワクワク、ドキドキ、ハラハラみたいな感じなんですけど、皆さんよかったら一緒にね、今後どんな感じになるのか楽しんでいただければと思います。はい、ということで今後もね、カードンいろいろ試行錯誤しながら一生懸命頑張っていきますんで、ご注目、5000円ご利用お願いします。ぜひ今回のご感想コメントでお願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。